イラククがバックを選ばないいいででくれればいいですね。そう、なんか Google の方のスタメンだと4バックになってるけど、あ18番使ってきたなこの18番が厄介なんですよ。勝ったら、インドネシア戦はだいぶ楽だと思うんですよね。そう、冨安ね、スタメンかと思ったけど、そこまでは無理だったみたいですね。やばくなったら出すのかね。機械には入ってるから。 心配なのは浅野と富安ですね。相手強いときに浅野のワンチャンみたいなあるけど、こういう隠した相手に浅野がしっかり予定通り活躍するみたいなのはね。イブバックの18番に当ててくる空中戦使うサッカーだと厄介ですね。フォーバックで普通につないできてくれるのが一番いいね。で、プレス連動しなくて、日本は揺さぶれるし、間につけれるみたいになったら一番いい展開だけどね。富安ジャパンの場合は、起きうる展開を想定して、 守備最初から固めとくとかないからね、前回のアジアカップはそれでやっちゃってるから。そうで、富安自身もね、連動したそういうやり方はできなくても、その質を量でカバーするみたいな、強度高ければいけるみたいな言ってたから、起きる変更も修正可能にしてるって選手たち言ってました。それをね、証明してほしいですよね。言うことができるんでね、今までそれをね、え、こんなに3バックやってくるって分かってたの何もしなかったって試合とかいっぱい見てるんで、で選手だけでそんなんできるわけないから。 いや、楽しみだね。公式戦の中でもね、ちょっと前回のベトナム戦がね、思ったより強いみたいな感じだったんで。で、あの、ベトナムよりイラク強いんですよ。で、その上で日本対策までしっかりしてきたらっていう、なかなかそういうチームないんだけど、違う感じですね。さあ、ファーガー開けてるけど、伊藤。やばいうわークロスタイヤーの時にボールウォッチャーになっちゃっててね、で、ボランチのところが外してたね。 やっぱ18番狙ってサイド浮かしてきて、でディフェンスラインスライドできてない間に、ザイオン距離出せたらよかったけど、ザイオンの対応だけが全部じゃないですけどね。やっぱこの18番に当ててくるっていう、昨日ね、生配信で言ったけど、この戦術がすごい機能してるね。変に繋いでこないで、今も18番が反らしたところから始まってるんですよ。これで菅原出たところで板倉出て、中のところね、薄くなったところに、だこっから先だね、この失点しちゃったけど、 これはありえるじゃん、1失点っていうのは。あとはその逆転するだけの攻撃のね、やり方っていうのを日本がちゃんと持ってるかとか、そこの質で上回れるかってことだね。いや、結構、今の速いクロスを、あの弾き出してエリア外までっていうのは大変ですよ。ザイオンが弾いたところであの、相手はボランチの間から入ってきたから、マークつきにくい状況なんだけど、18になったボールはずれたんだけど、そこちゃんと18、競り合って、ファンに流したところがすごかったね。 普通にイラクいい攻撃だったと思いますね。であとはここから今もそうなんだけど、あの伊藤にさ、あの、アタックいった選手の後ろのさ、中盤の選手をしっかりマークついてないじゃん。でああいうイラクの守備のズレ近,近場を抑えるっていうところは遅くなるから、日本が落ち着いてね、パス回してたら、全然難易度、高い攻撃しないで崩せる相手だから、全然、焦る必要がないですね。その配置のところで、 南の左ウイングで中入って伊藤が高い位置取れないみたい、左の機能不全を着て、右の伊藤純也のところにマークが集中するみたいな、それが怖いですね。この南のが中入ってくるキャラじゃないですか。ここをサイドバックがこう取るじゃん。ってなった時に、ここで崩せなかったり、伊藤の立ち位置悪かったりして、こっちがほっといていい状況。こっちにボールいかなかったりとか。そうすると、当然、伊藤純也がすごいっていうのは相手分かってるからそう、こっち側にマーク集中して崩せないっていう。 左右、バランスよく攻めた方が、相手はね、的絞れないっていうのはわかると思うんですけど、それが絞れちゃう状況起きるのがちょっと怖いですね、今後。終わってからさ、あの、批判したい人は他のチャンネルでやってさ、今は応援しようぜ、だよね。あれ、そんな言われるほど悪いミスじゃないからね、すげえ難しいからの対応。その、批判とかそういうのも含めてね、プロスポーツっていうのはわかるけどね、見てる人。今は応援しようよ。配置的な問題なのか、南野でもいいんだけど、中村ケイ太の方が良かった気するんですが、守備強度のわかりやすさで、えー、南野なんですかね。えー と数値とか見てないんで、イメージになっちゃうけど、南野の方が若干強い感じするよね。ただ、中村啓人も全然足りてないわけじゃなくて、あとは,南のは、南野は決めきるじゃん。中村圭太もあの枠内、えー、とシュートの決定率高いみたいなデータ出てたりとか、この間のミドルシュートとかすごかったけど、代表の実績だったりとか、残してきた実績のところで、南野の方をまず信用するっていうのは、まあ、ベタですよね。でも、南野が生きるのはトップ下だし、 えー、この両サイドで仕掛けられるサイドバックじゃないから、からどっちかっていうと、右サイドに南の置いた方がまだいいと思います。あの、菅原が高い位置で仕掛けられるから。伊藤博樹に高い位置取らせてるのが問題なんですよね。それでみんなね、今うまくいってないから、なんかうまくいかせなきゃいけないから、今の谷口みたいに強引なパス狙って、みたいな。だ谷口のパスはよくないんだけど、これをやろうっていう思考になっちゃってるのは、みんなが何すればいいか分かんなくなってるから。だからもう、俺らにできるのは、 見ること。<laughs> 応援のみだね、今は。そう、誰かが質見せてくれる瞬間。あと、日本が思ったより悪い夫人取ってきましたね。幅使わないっていうか、使いにくい人を左に置くっていう。世界は思い出した。森保さんは。パズルができないことをて。だだでてて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 て。適材不適所はマネジメントじゃどうにもなんないからな。あの伊藤潤也と南野の方が。あの。 分かりやすい守備の頑張り方するから、久保よりもサイドに使うんですけど、実際、今日の試合って、イラク相手に久保のそこの戻りがちょっと緩いから失点するっていうのは、確率として低いと思うんですよ、それよりもサイドから仕掛けられなくて、得点機会が減ってるっていう方が問題なんで、この試合に関しては。だから左サイド、伊藤純や右サイド、久保武夫さんにして、真ん中、南野にした方が、攻撃回数も日本の方が多いし、その方がいいと思うね。 南野なんも悪くないけど、適材適所にするために中村敬斗入れるかっすね。そう、サイドバックス上がらなくて済むのが一番の守備だし、そのサイドバックが配球できたら、それに越したことないから。そうだ、伊藤博樹にね、苦手なこと、ってかみんなに苦手なことやらせてんだよね、左サイド。南野はあ、じゃあ自分はるかってなるし、伊藤博樹の位置が低いと。伊藤博樹はねあ、自分上がりたいけど、も上がると谷口さんと距離悪しな、みたいな。 じゃあそこ、森田が俺繋ごうか。でも落ちると遠藤航の隣人いなくなるんだよな、みたいな。やばい、玉木やんとから。うわー、やべえマジかよ <laughs> マジかよそうだ、やっぱりこうね、ロングボール偉大でしょこれロングボールからさ、繋がないからさ、それによって低い位置で失わなくて、ごちゃごちゃやってる間に、 前運ばれてみたいな。で伊藤洋樹ね、助走つけられながら入ってこられたからロックしきれなくてね。守備もね、緩くなったからな、菅原のところな。だからみんな焦って、こう突っ込みすぎたりとか、いやー、後半どうするかだね。3点取れないチームじゃないけど、いや、これ1位突破してくんないと、あれなんですよ、こう、もっと気持ち入れるためにね、みんな言うと、あの、 ありがたいことに J リーグの町田ゼルビアさんのキャンプを見に行かせてもらうんですよ。黒田監督と対談させてもらってすごい嬉しいじゃないですか。それの飛行機 <laughs> と宿が日本が2位通過になると全部変わるんですよね。なんで、さすがにこの戦力で1位通過だろって思ってたんですけど、やばいっすね、これ。うん なんでちょっと、本当にちゃんとやってほしいね。君 <laughs>、レオさん、今日勝てると思う、修正次第ですね、修正と選手の質次第。まず左をちゃんと使える形に攻撃変えるっていう、それが森保さんがどれを選ぶかわかんないですけど、僕は伊藤純也左、久保右、南のトップ下、でトップにはあの上田とかがいいと思いますね、ちゃんと押し込んだ後クロス入れれる人。 で、伊藤とか、伊藤を高い位置上げない方がいいと思う。で、あとは、右は菅原よりマイクマの方がいいと思いますね。必要な場所にボールつけれるから。菅原だと、前に突っ込んじゃうから、自分が攻撃に集み出そうとして。試合によってはその考え方いいんだけど、今日の試合は、伊藤に相手が集中した時に引き取って逆に振ってあげる能力が重要だから。でも、こういうリズメの采配とかじゃないから、森保さんの場合は。ってなると、もう、そういうリズメの再配で良くな、なかったなんて良くなるわけないんだから。 よくなんなくても、勝ってきてる試合で、森保さんはあそこ座ってるわけでしょ。だから、選手たちがいいプレーをするっていうのを僕らは見守るだけ代表ですね。もう、森保さんを持ち上げてた人は、今否定する権利ねえぞって思うんですずっと変わってないんだよら本質が。分析官って分析の情報を伝えるだけですからね。なんか分析官をなんか、三国志の諸葛孔明みたいなイメージとか。黒田官兵的に思ってる人いるけど、分析官ってそういうのじゃないですよ。一スタッフですよ。 だって森保さんの横にそういう人が立っててこうでこうでこうしましょうってし、見たことないでしょ、みんな。そう、だからあれはなんかそういうイメージで語られてるんですよね。その分析官の人の能力が低いって意味じゃなくて、役割がそうだから。チックンスパチャ、ありがとう。役に負けた場合でも大会中に日本は修正できそうですか。選手がハマったりとか、守備がハマったり、相手のとの噛み合わせが良くて、修正に見えることはあると思います。ただ本質的に悪いところのこうパズル組み替えてっていうのは、あの、森保さんには期待しない方がいい。 それはもう本当に、草食動物に肉食動物になれって言ってるようなことなんで。だけど、草食には草食の良さがあるからね、いつも言うけど、森保さんだから、あの強度高い守備しっかりやるスター選手たちの集団が、ま,あ、まとまってるとは言わないけど、まあ、そういう選手選考でやってるっていう。だから、思い出してほしいけど、ハリルだとさ、変な人呼んだりすんじゃん。そのフォワード全然守備しないけどみたいな。だけど、強度って言ってて、のどういう基準、この人みたいな。っていうのは森保さんだとないから、この力があって、守備しっかりする人呼ぶっていう。 でそっから先をやんないと勝てない試合だと、まあ、こういうふうに苦しみますね。もう久保を下げたあたりからもういい流れになる感じなくなっちゃったなやっぱ両サイドバック重要だよな長友とウッチいなくて覚醒前の豪徳と坂井博樹だときつかったもんね。今日は謎最多、早くない。ね後半の修正の采配は良かったんだけどね。ただそれでもね、選手にある程度自由にさせてるから伊藤博樹張らない現象みたいなさ。 あと、迂回経路作れないから、久保武さんまでボール行かない現象、結果、久保が悪いってことで変えられちゃう現象が起きてましたね。あの、えー、っと、菅原のポジショニングとか、瞬間的に判断指摘しますけど、技術面は、ね、質あるって話してたじゃないですか。技術面もさ、早く運びすぎたりとかさ、かシンプル調子悪いよね。メンタルが影響出てるかもしれないけどね。でも、攻撃良くない時にサイドバック変えるって思考の監督って本当にないんですよ。見たことなくないあんま。 ペペッップぐららいいいででしょう。日本にペップはいないですからね。特に昔の監督なんかよりそうだけど選手が良くない時にこれ構造上いきないようになってるなんて考える監督なんていないんですよねあこの選手が活躍できてないじゃあベンチで待ってるこの選手にチャンスあげようみたいのがこれが一般的なんだよこうでこうでこうなってるからうまくいってないであのー、そこの配置変えようとか選手のタイプ変えようとかにはなんないですよねこれ。 シンプルに伊藤久保両サイドの質的優位で殴るサッカーみたいなのに10分ぐらいしかやってくれないのかなしね、三笘、伊藤もね、ワールドカップやってくれなくて、やってくれるかと思ったら、ね、伊藤、車道に置き出したからね、それでもね、スペイン、ドイツに勝ったからすごい監督って言ってるのがこの国ですからね、だから、まあ、ある意味、残酷な言い方すると、この国に、ね、見合った監督ですよね、だってそこでね、それはダメだっていう人なんてほとんどいないわけだから、うちのチャンネルとか見てる人以外、ふさわしい監督なんでしょ、この国に。 いやー遅かったけどな。普通にファーにね、助走つけて入れた方がよかったっていう感じの。こういうふうに。イラクはね、ファーがね、背中に入れて外しちゃうってうあるからすげえ。これも流れの中でもっとやりたかったっすね。あとは残りの時間で。結構アディショナル長いからね、まだ5分ぐらいあるっしょ、多分。あるんじゃないこれ。全然あるよ、ワンチャン。いや、引き分けてくれ。引き分けたら1位トップあるもんな。 1一位突破してくれたら全然違うからなこっちの飛行機の手配が <laughs> 負けた <laughs> 首位突破多分殴られましたいやマジでさもう本当にうまくいってない夫人そのまま行かせない監督がさベーシックな国になってるじゃんだから森保さんがちゃんと修正できるっていうその監督が出てくるのは最高じゃん 森安さんは修正できないいからこういう試合だと負けるんだだよ。でもだからって、じゃあ修正できる監督、他に日本にいるかっていうとそうじゃないから、監督の底上げとか、知性の底上げをサッカー界でしなきゃいけないんだよね。そ,うそのためには僕の本が売れなきゃいけないし、僕のクラブが強くなんなきゃいけないんで、マジで応援よろしくお願いします。これ本気で言ってます、宣伝じゃなくて。ちゃんと変わんないから、このまんまいい選手がわけわかんない配置でずっとサッカーやって、ああ、今日なんかシュート決まんなかったなみたいな。 いやーまあ突破力がある選手、脇置きたいのは、脇置いた方がいいって分かるけど、守備が大事だからっていうのをやってて、でも、あれなんだよ、守備大事にして、久保が守備できないって意味じゃないですよ、ただ、その戻るところとか、ちょっとカウンターをもう無視したような、しっかり強度を出す守備みたいなのは、伊藤と南野になって上下運動させるの分かるじゃん。でも、この4、2、3、1で守備するときにこう戻るっていうのを踏まえても、攻撃のときに、こうなって、こうなるだったら、 ここ繋がなきゃいけないじゃん。でもそれが、うこういう風になってるから、ここ繋がってない状態で森田も降りたら降りなかったりだから、左が死ぬ。で、ここで伊藤がボール受けた時に、ちょっと相手の戻りが早くなっちゃう。ここが繋がってないから、ちょっと低い位置で受けるから。で、南野は中で待ってるけどボール来ない。南野が張った時には持ち味いきないし、張ってる南野にボール出す時も、こうなっちゃうから。だからこの辺のね、配置論とか、その、 チャンスになりやすいボールの行き方とか、そういうのがぐちゃぐちゃだから、ぐちゃぐちゃっていうか、そこの考え方がないから、ワンチャン決まってそっからみんなで守るみたいなときはいいんだけど、ほんと、選手のコンディションが良くなかったりとか、相手がしっかりこういうふうに対策してきたときにはやられるんですよね。で,でも、これはさ、じゃあ森保さん以外でこれできる監督、今、日本代表の,あの監督に選ばれる人でいいのって言ったらいないんだよ。 でそういう考えを持ってる監督とかさ、あれ、ね、実力主義でいけるライセンスにもなってないから、だからサッカー界自体変えなきゃいけないからな。森保さんだと、なるべくしてなった現象だからね、修正再配のところが苦手なのは、もうずっと知っててずっと言ってることだけどね、でもそれでも森保名将って言っちゃうような国だから、基準を上げなきゃいけないんだ、国の。